こんばんは。岐阜の異端児かしです。はい、本日8月23日ついにキャラクター SP バージョンの第2弾がね発売されました。でもう買っちゃったんですけど、これ3600円です。3600円、まあちょっと高いかもしれないですけど、あのキャラクター個別に売ってほしいとかね、いろんな意見がありますが、まあ今回もセット販売のみということでした。はい、じゃあちょっとねどんなんか紹介しましょう。はい、ではねここに右上にね SP2 とあるんで見てみましょう。早速アンナから。おお、雰囲気変わったな。アンナ強そうな感じだったり、なんかちょっとこのか弱い感じを出してきたって感じやな。はい、マイクはなんだろうイケメンよりイケメンになったって感じやな。あ、一番かっこいいよね。でも今までので一番かっこいいと思う。エリック、なんかバカにしとる感じやな。これで煽られたらね、これですごい煽ってきたら結構イラつきそうな雰囲気。バニラは、絶対金持ち。絶対金持ちやな、これは。完全に。メアリーは大人やな。なんかもうちょっと子供っぽい感じしたけど、名前までは。すっげえ大人びた感じ。20代後半って感じ。J は J 紳士やな紳士貴族や貴族。ショーンなんだこれイベチェンしたな髪型すごい変わった。なんかショーンって書いてなくて、その名前他の人やったらマイケルとかやったらもうその新キャラっぽい感じするよね。ローラ、ああ全然違う。髪の毛切ったな。髪の毛切ってリボンをつけるっていう、なんかおしゃれを。おしゃれです。でも俺はロングの方が好きかな。ビルってなんか大統領みたいな雰囲気ある。こんな、なんかかっこいい、かっこいい。うん、強そう。多分ね、あの、上級者が使いそうだな、これ。あ、ミカなんか違うな、これ。すごい。ミカはショートカット似合うな。ショートカットっていうか、この髪型。髪の毛短い方が似合うかもしれん、これは。かわいい。ちょっとそう、本当に笑ってしまったわ。もう初めて見る、こんな。何これ、なんていう髪型なんやろ。誰かに似とるな、これ。なんかに似とるけど、ちょっとそれが思い出せないって感じやな。まあ、美人ですね。美人になりました。メリル、なんか、なんだろう、ババアっぽくなった。豚っぽさがちょっと減って、ババアっぽくなったって感じかな。ちょっと待って。これ狙っとるな、もうどいつも。何これ。絶対笑かしに来とるやん、これ。この調子だとチャンとかもやばそうやな。どうなんだろう。スーさん、あーめっちゃいい、めっちゃいい。いや、こんな女の人がタバコを吸うとはね、思えないね。めちゃめちゃいいですね、これは。俺の好み。ロディは、なんか少年っぽくなったって感じだな。うん、少年、15歳ぐらいの雰囲気。前の SP は大人やったの、割と。今、いや、なんか子供っぽい雰囲気が、すごいね、アップして、エマらしくなった。って感じやな。中学生とかが使ってたらすごい可愛いと思う。フランクかも。なんだろうね。特に。やべえ、フランクなんか全然、何の印象もないな、これ。何の印象もない。めっちゃ悪そうやん。背徳者みたいやん。めちゃくちゃ悪いやつやん、こいつ、絶対。クリス。あー。イケメン。毎回タバコ吸っとるね、クリスは。そしてこれ、左手でライター使っとるから、クリス左利きやな。ジェシカ。なんかのパーティーに行くときのジェシカって感じか。
結婚式かな、あれ結婚式に呼ばれたジェシカって感じ。サンドラ、ああじゃあこれはジェシカと一緒に呼ばれたサンドラ、兄弟揃って呼ばれたって感じかな。フェイ、やっぱフェイ女だねこれ、絶対女やな。毎回毎回新しいアイコンが出るたびに女っぽくなる。あれヒューってこんなんやったっけ。オールバックじゃなくなっとるんや。なるほど、髪の毛下ろしとる、あんま似合わんな。いや髪の毛上げとった方がいいと思う。マリアンヌ、冬服やな。冬用のコーデをしたマリアンヌって感じ。まあ大人な雰囲気にはなった。ニック、ニックあんま変わらんくね。あ、メガネ外したの。これ指どうしとんの、これ指さ、こうやってモジモジしとるんだよ。モジモジしとるニックって感じなんだけど、どういう、あ、これあれか、あ、こういうことね。ソフィア、あ、髪の毛切っちゃった。いやソフィアはな、髪の毛長い方が似合うと思う俺は。いやーそうか、残念だな。チャン、あ、チャン普通や。ゲールみたいに笑わせてくると思ったけど結構普通やった。まあ、ちょっと怒っとる感じ。カミラ、あーカミラ大人、大人ポニテにしとるな。でもポニテルの女の人ってなかなか見ないけど、ちょっと流行に疎い感じやな。フレディ、ああうんフレディって髪の毛めっちゃ多いよ。アーニー、アーニーメガネなんや。え、これあれやな、ハリーポッター意識しとるな。これは絶対そうやな。多分誰が見てもそれが第一印象やと思う。あーで一週間、まあ久しぶりにこういうアップデートみたいなのがあって、これからしばらく新鮮な気持ちでプレイできると思います。まあ、ついでにね、あの、役職、新しい役職もね、あの、2ヶ月に1回2つとか、そんぐらいのペースで更新してほしいな。あんな1年に1回ドバーッとじゃなくて。じゃないと、あの、新鮮味に欠けちゃうからね。まあ、ということで、まあ、しばらくはね、この SP アイコン使ってやっていこうと思います。では、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。それじゃ、ありがとうございました。